岸田総理大臣は来月4日にアメリカで開かれる核軍縮を目指す国際会議への出席を見送る方針を固めました。岸田総理は核兵器のない世界への思いを訴えるため、ニューヨークの国連本部で行われる NPT ・核拡散防止条約の再検討会議に、日本の総理大臣として初めて出席し演説することを検討してきました。 しかし、アメリカでオミクロン株が急速に広がっていることやバイデン大統領との首脳会談の調整が難航していることなどから訪問を見送る方針を固めました。岸田総理は来月上旬にオーストラリアを訪問しモリソン首相と会談することも検討していますが感染状況次第では取りやめとなる可能性もあります。